それではイソジーズ、まもなく行きたいと思います。それでは皆様、お晩でございます。聞こえてない人だってお晩でございますってわかる？お晩でございます。わかる？お晩でございますって標準語なん？ちゃうの？これどこの言葉なん？お晩でございますって。俺も言うよな。どこ？京都はどんな感じ？お晩でございます。イントネーションどんな感じ？お晩でございますって。言わへん。言わん？やっぱ言わへん。おばんでございますって言わない？こんばんはっていうことだけど俺ら。こんばんは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 。どっち？こんばんは。こんばんは。俺上手や。俺ももはやもう衛星をもう超越してる。それでは皆様、なかなかお待たせをいたしました。イソジーズ江戸組でございます。ですね、今日は。ここね、キリストンさんは、2年ぶりです。ああじゃん、2年ぶり、まあ、すごい、とってもね、いい環境でリハも最高でした。ここ自分の声が後ろからビンビン来るという、もうパーフェクトやな、最高でね、今日はね、まあ、おかげさまでイソジーズ江戸組、実は今年コロナ禍で何もできないから録音しようということでレコーディングをしまして CD を録音しました。ありがとうございます。それでその CD が出来上がったので、レコ発でツアーをしようということで、最初はね、片民の地元がある北関東をメインにツアーをして、で2回目の第2弾は俺と梅さんがこうね、田舎がある、道の子を回って、でレコーディングツアー第3章最終章がこの西ツアーでございます。今日は第3弾、最終章西ツアーのですね、初日京都キーストーン、明日はなにわ大阪高槻フレームということで、これで締めたいと思います。それでですね、CD150 枚作って、もうね、残り13枚ぐらいしかない。嘘つくな。それで京都明日でカンパケしてやろうということで持ってまいりましたので、ぜひ皆さん今日のライブが良くてもひどくてもお買い上げいただきたいと。で、うちらね、これ一応カバーしか入ってないんで売れないのね。で売れないからあれなの、まあ売ろうと思うといろいろ面倒くさいので、ジジイのブロマイドを作ってまいりました。ブロマイド、この素敵なブロマイドをお買い上げいただくと、ほら見てこの美尻最高やろ。これをお買い上げいただくと漏れなく CD がついてくるこの悪徳商法的な販売ルートで、ぜひ。で、それでね、ほら、ここにさ、俺いいこと書いてんねん。これ別に俺パクっただけなんだけど、会いたい人に会いに行こう、また今度はなんたらかんたらというのが書いてあって、で、ほんでね、俺ら3人さ、ほら障害であんまりサインなんかすることないじゃん。で一生懸命サインを練習して、ここにサインを入れようという企みでこうしたスペースを空けておりますので、ぜひ私どもにここにサインをさせていただきたいと。俺なんか司会金とかに移行した方がいいんじゃない？ゆうべで。まあそんな流れで CD も持ってきてありますので、ぜひライブを見て聞いて、ええやんかちょっと思ったら、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。それではイソジーズ江戸組、始まり始まり。ブルースはどうぞ。一人の無酒悲しくて映るグラスはブルースの色、例えばブルースなんて聞きたい夜は横浜アウトチョン。
ヘミングウェイなんかにダブルチェックスフローズンデッキなんかに酔いしれたらあんた知らないサンナーのさ横浜オンギトンブルーオンギトンブルーうめっさオキトーメンあなたの影を探し求めて一人ずつだってこの街角本木あたりの昔の話さオキトーメンオキトーメンオキトシドリアシーニューグランドホテルの明かりが滲むセンチメントコンキトンマン一人飲む酒わびしくてうつるグラスは過去の色あなた恋しい黄昏の横浜ホンキトンクあなた恋しい黄昏の横浜ホンキトンクラストあなた恋しい黄昏横浜ホンキトンブルース気持ちいいじゃねえかよ。いい感じやね。これは幸先やな。今日幸先悪すぎたからな今日な。いや、ああいうこともいやもう参っちゃうよな本当にな。もう1ヶ月も前からさスマート EX で新幹線のチケット取って、ね、ほら楽器持ってるからなすげえいい場所だって一番最前列を取ってた。で3列目のシートの Cで真ん中に物を置こうなって撮っててで片道とさ早くに着いて飲んで喋ってて駅のホームとかって待ってたら電車来ねえぞ片道とか言ってしたらもう、まあ、なんか並ぶべきホームが間違ってホームを間違ってたんですよ電車新幹線来ねえしみたいなただねま
乗るはずだった新幹線はあの光だったんだけど、あの急いであの違う隣のホームに来たのぞみに、のぞみの自由席に乗り換えたんで、あの結果的に着く時間はそっちの方が早かったという、うん、そういや、でもまあその自由席が空いてたっていうのもまあミラクルだよな。結構ギュギュだったもんな、割に、うん、すごいよ、本当によ。どうなの一体みたいな、ちょっと なかなか 笑っちゃってんね、あれは。本当だよ。で、京都に着いてさ、タクシー乗ってな、で、ここホテルまで来てチェックインしようと思ったらさ、俺がこの命より大事なこの老眼鏡がねえんだよ、これマジみたいな。俺これないともう何にも見えねえからよ、本当に。こんな感じやし、で、チェックインシートもかけなくって、そしたらもうホテルからその老眼鏡を書いて、まあとりあえず事なきを得た。で、いつもさ、どこに買い物に行ってもレシートとか全くもらわない人なので、たまたま今日はそのタクシーに乗って俺が金を払ったから生産性が高いな。で、もらったわけよ、レシートを。だからタクシー会社の電話番号が分かったという。これもミラクルだよな。じゃあおっちゃんに電話したら、あ、メガネやろうって言ってくれて、30分くらい届けるわっていう。こんな、そうや、ね、すごいね。ついてないようでダブルでついてて、まあそんなわけで、全く何の関連もない曲をやりたいと思います。スローな武器にしてくれ。ワンチュー、俺の肩を抱きしめてくれ。息そいだ男の夢を憐れんで。 Won't you 汗夏に知り合いたいね。街ひとつ捨て顔を見せてくれ。人生はゲーム、悲しいゲームさ。 Won't you 弱いとこを見せちまったね。強い自分のせいさ。お前が欲しい人生はゲーム。互いの傷を慰め合えれば答えはいらない。Won't you? I want you. 俺の肩を抱きしめてくれ。理由なんかないさ。お前が欲しい。お前が欲しい。Love you. Yay! Thank you. なんだよ、絶好調だぞ、おい。懐かしいべ。おんちゅう、誰の曲だか知ってる人。また手挙げてねえやつ、嘘やろ嘘やろ、年齢差しろやろ、なんたらさあ、それではですね、続きまして俺の大好きな A ちゃんの曲をやりたいと思います。
ラストシーン。つないで、あれ。つないで、つないで。なんかやってんの？チューニング。ちょっと人生をチューニングしてるから。ごめんなさい、いいよ、ギターソロしててくれて。そんなん？もう曲に合わせたのやってくれる？なんかちょっとじゃあ語り部の時間に入ろうか。語り部。ラストシーン。踊ろうよ。摩天楼の歩道で最後。星屑のストロボに切なく照らされた思い出が星と目を閉じて、そんな思いを告げる女が踊ろうよ、摩天楼の歩道で最後に、星屑のストロボに切ない目を閉じて告げる人、なぜ泣きたいこんなに、踊ろうよヴィーナスの涙に口づけThank you.
星屑のストロボに切なく照らされて、ありがとう。いやーなんか胸いっぱいだわ。もう終わってもいいこのぐらいで。かもいいかも ね。これからボロが出るんだよ。そうそうそう。次なんだっけ？え？あー遠くか。いやーなんかええなー。明日もやっていいここで。どうぞ。明日大阪ですよ。もうキャンセルするわ。すげえ気持ちいいここな。もう最高やわ。ちょっとごめん。何なの？譜面がどっか行った。トイレ？じゃあトイレじゃない。板倉潤、あれだよね、去年あ、一昨年ライブ中に便所行けやがったかな、あいつ。ここでちょっとトイレとか言ってやるな。なかなかに。あのね、実は俺ら3人ね、本当に大好きなバンドがいて、それが実はアリスなんですよ。アリスがめっちゃ好き で今日はアリス少ないんだけど、明日アリスいっぱいやるんだけどね。そのね、まあそんなアリスといえば、まあ、代表曲がそれこそ星の数ほどあってっていう MC をこの前米沢でやったら、星の数ってどんだけあるか知ってんのかやって、こいついらんツッコミをしやがる。だって誰も知らねえからね。星の数を知ってて星の数って使うやつがどこにおるんやみたいな。なあ、そうやんな。誰も納得してないじゃん。ここうなずくとこやね。まあ、そんなわけで、その星の数ほどあるアリスの名曲から今日はこの1曲をお届けしたいと思いますが、ちょっと待って。片桐さん、どうしようかこの曲は。今日は全部俺が行くか、どっか歌う。じゃあ1番俺歌う。あ、じゃあ俺2番歌う。2番、うん、OK。それでは急遽片桐が2番を歌うということで。いや、急遽いつもじゃねえかよ。余計なツッコミ入れんじゃねえよ。いやいや、だってツッコんでほしいからそう言ったんだろ。あ、まあツッコむのは男の役目やからな。まあしゃあないな。それに関してはちょっとあんまりツッコみたくないけど。最近ツッコんでねえもんな。余計なお世話だ。はいはい。じゃあそれでは行きましょうか。いいのもう。あよ。ええの。はい。トークで来て気を聞きながら。1, 2, 3, 4. Kiki!
聞きたいってこと？いや素晴らしい、嬉しいな。こんな早いリアクションいただいたのが今までツアーで最初と最後じゃない。さあ今日はどうもありがとうございました。最後の曲です。やった、めっちゃリアクションいいな。さすがお母さん、根回しいね。素晴らしいわ、教育ができてる。お母さんすいません、あの業務連絡で、あの高円寺の長谷川力さんがよろしくと言ってました。ちょっと私あの友達なんで。あんた日本全国津々浦々に友達だもんな。それはそれは。高円寺さんって言った。それはそれは、はい、この人なあれやね、あのなんだっけ、もう某有名ミュージシャンといっぱい通路があって、あなたには負ける、あなたには負ける、すごいね、あなたには。でもうなんか3年前ぐらいにさ、もうあのさっさと会社辞めちゃって、1年半前であの退職金バブルで金あり余ってんだよな。余ってねえよ。だからもうあの名だたるミュージシャンにみんなこう袖の下渡しといてよ。仲良くしてくださいね、どうぞよろしくお願いしますよ。片見雄二です、茨城の片見雄二です、みたいな。よく分からない。さあ、それでは最後の歌です、人生には酒と涙がつきもの、そして人生のドラマといえば男と女の物語。聞いてください、酒と涙と男とちょめちょめ。違う、ね、忘れてしまいたいことや、どうしようもない寂しさに、
れた時に男は酒を飲むのでしょう。飲んで飲んで飲まれて飲んで飲んで飲みつぶれて眠るまで飲んで、やがて男は静かに眠るのでしょう。忘れてしまいたいことや、どうしようもない悲しさに包まれた時に、女は涙見せるのでしょう。泣いて泣いて一人泣いて泣いて泣き疲れて眠るまで泣いて、やがて女は静かに眠るのでしょう。みんな50代だからっていうだけの話なんだよね。でさ、一応最年長ね、
なんか立ててるでしょ俺。全然立ててないな。そう。おかしいな。最年長も長男次男三男坊みたいなな。ね、一番バッチが、あ、バッチってわかる？一番バッチってね、うちら東北鶴岡も言うでしょバッチって。バッチ。バッチじゃないよ。バッチってのは汚いってことだよね。わかる？バッチって。言う？バッチって言う汚いやつのこと。バッチって言う？言うの？ほんまに言うの？バッチって何？関西なの？ちょっと話を戻さないと違う方向に行っちゃうから、ね、から兄弟の一番下のことをバッチって言うんでしょ？そう。いやでも何バッチって西でも言うの？知らない。ドリちゃん言う？バッチー汚い。あ、いやじゃあそうじゃなくて。あのね一番年下のことをバッチーっていうね。兄弟の一番下のことをバッチー。バッチー。バッチーいいじゃないよバッチー。バッチーって言う。俺4人兄弟の一番下だから。あれ何茨城も言うのバッチーって。言う。だから真似するじゃん。茨城でもねで言われない言われ方で一番その兄弟の一番下のやつはバッチーのバカ像って言われるんだよ。なんでバカそうな知らねえよ。だからバをかけてるんだろうけど。へえ。そう。だから俺生まれた時からバカそうなんだ。あでバッチなんだ。そうそう。何人兄弟なの？四人。あ父ちゃんも母ちゃんも頑張ったな。ね。そうなんですね。まあそんなわけで俺がバッチなんですけど、いつも本当に大変なんだよな年上を立ててるから。そう。どこがやるんだもう本当にな。どこがや。どこがや。じゃあ、今日はね、全曲カバーでお届けしようと思ったんだけど、まあせっかくだから、オリジナルをちょっと一曲じゃあ、新曲を作ってきましたんで、オリジナルを聴いてください。それでは嘘ですよ、皆さん。あのね、嘘ですよ、皆さん。西に来たんだから、やっぱりこういう曲を作らないとダメだろうと思って、で今日作ってきて、今日ね、いきなり合わせたんで、まあ事故ったらもう一回やるということで。それでは聴いてください、オリジナルです、月の明かり。明かりをつけるんだ好きだ光に見よう優しくお前を照らしているか涙ぐんでいるから長い旅になりそうだしさよならとは違うしこのまましか飲まないしぐさ救ってくれたかうまくは言えないよ胸が詰まっているから
気づいてたよ、愛してるの。初めて言うけど前座やから、そんな長いことしてたらな、次のバンドと次の次のバンドに怒られるね。もうかじゃあね、次の曲は本当に最後の曲で、今日は、わざわざ遠路はるばる、こんな遠い京都まで皆さんお越しいただきまして、ほんまにありがとうございました。ありがとうございました。まあ、急遽明日もここでやることになったんですけれども、ご都合の使ったらぜひ朝もいらしていただければと思います。それでは、片身の18番をお届けしたいと思います。アンコールがこれ、まあこれで、まだ片身、はい、ほんならあのあんたが歌う上からちょっと MC でも打って、今日来てくださったお客様に感謝の言葉を35秒ぐらいでな。35秒なの？33秒じゃダメです。今日はどうもありがとうございます。私も今日はあの茨城の方から一生懸命来ましたんで、あの皆さんに楽しんでいただけたら。一生懸命であなた座ってただけやろ。だって指定し、あでも指定今日取れあれなんだ、流しちゃったんだな。そうな、終わりなん？あと18秒くらいあるけど。あと18秒くらい。あ、すいません、あのそこ流れてんのって鴨川って言うと思うんですけど、あの魚のか、あ魚じゃね、ごめんなさい、鳥のカモって書くのと、あの加えるに茂るって書くカモってなんか違うんですかね。岩手川でか、はい、岩手川通りから北が、3文字の鴨川、岩手川から下は鳥のカモ。あ、なるほど。じゃあなんで分かれたの？なんか由来でもあんの？なんかこっちから3文字、こっちから鳥って、高野川と鴨川に分かれて合流すんのね。あ、なるほど。賢くなった？ちょっとあんたのために教えてやるのちょっと今カムの流れに歌っちゃったんだ今ごめんね。今のはかぐや姫でした。これから歌うのは吉田拓郎です。はい、それでは最後の歌です。聴いてください。泣くよ。絞ったばかりの夕日の赤水平線から漏れている
開発仙台行くべき。あのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよ。おまけにテープを拾ってね、女の子みたいにさ、土産にもらったサイコロ二つ、目の中で振ればまた振り出しが、踊るたびに日が沈んでゆく、踊るたびに日が沈んでゆく。女や酒よりサイコロジーすってんてんのあのじいさん、あんたこそが正直者さ、この国と来たら欠けるものだとないさ、だからこうしてさまようだけ、土産にもらったサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出しに、踊るたびに日が沈んでゆく、踊るたびに日が沈んでゆく。暮らしのあのじいさん、どこかで会おう、生きていてくれ。よくけなしの男たち身を持ち崩しちまった、男の話を聞かせてよ、サイコロ転がして、土産にもらったサイコロの二つ、手の中で振れば戻るたびに日が沈んでゆく、ありがとう。今日はどうもありがとう。楽しかった。ありがとうございました。イソジーズ A の組でした。どうもありがとう。イソジーズ A やんと思ってくださった方は CD があります。よろしゅうお頼もうします。ありがとう。じゃあ次はゆけいちゃんのお歌を。肩に抜いていいよ。楽しかったです。ありがとうございました。いやめっちゃ楽しかったな。すげえ電気良くない？ねえ、めっちゃいいね。最高やな。ジャックの配合だね。でかい配合。やっぱり回数重ねてればいいんじゃないのかな。まあ、いいね。なんか、上の方で。バクシーディーバン。バクシーディーバン。これ、バーチャルのシャンナル。あれ？バクシーディーバン。